今回はチューリップ唐揚げ。手羽先をどこか懐かしいチューリップ唐揚げにし、甘酢を絡めてさっぱり食べれるようにしました。これはうまいで。お酢 60cc、 醤油 60cc、 砂糖 20g ぐらい、昆布を1枚、白ごま、白ネギのみじん切りを入れて合わせておきます。手羽先は肉のない先端の方を持ち、関節を逆に折ると2本の骨が出てきます。細い方の骨は取ってしまいます。太い方を残し、肉のないところを骨が残らないように切り落とします。軽く塩をして下味つけます。たっぷりの片栗粉をまぶします。170度ぐらいの油で 3,4 分揚げます。途中空気に触れさせながら揚げるのが美味しさのコツです。揚げ終わったら油を切り、熱いうちに合わせた甘酢に絡ませます。春キャベツを添えて。チューリップ唐揚げ完成です。